の乗鞍は右に曲がれないから行って戻ってこないといけないんだよね。そうそう、ね、これか、これこれ、ここで U ターンだね。ここで U ターン危ないもんね。うん、うん、よし、これで向こうは赤になったのかな。なってるんでしょ。最初なんだと思ったけどね、これ、うんうん、乗り比べ曲がれないじゃんと思ったけど止まってるわ。へえ、よくできてるね。ここを曲がると面白いよね。まあ危ないのか、トンネルで。カーブのトンネル、カーブのトンネルだから、ああ危ないから、ね、そういうことだ。おで10キロなんだ。乗鞍がすげえ綺麗に見えたよ。うん、あれに前登ったんだもん。すごいよね。そうだね。なあ、しかも途中から人力だからな。まあ三本滝まではさ、うん、車で行ってるけど、うんうん、そっから人力だもんね。自転車と、そうだね、歩きで。よく行ったね。すごいよな。けど今日の上高地より楽だったよね。うん、うん、今日の上高地は一番きつかった。そうだね。八ヶ岳登山よりもさ、まあ、八ヶ岳登山って言っても簡単なとこだったけど、棒になった足が一番しんどかったよね。うん、うん、やっぱ雪道っていうのはね、結構疲れるみたい。そう、クランポンつけてたらよかったよね、ちょっとした愛禅。うん、そうそうそう、足滑らない。そうしない、ついてなくてさ、俺のしかもツルツルじゃん、まあ、そっちのもツルツルだけど、うん、だから踏ん張れないからさ、うん、ギュッと押し出せないんでね、足を。あ、確かに。こう細かいステップでちょん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 って何回も歩かないといけないから、うん、すんごい足が疲れた。スノーシューするほどでもなかったんだよね、今日。パウダーみたいなのがいっぱい積もってもないから、うん、スノーシューするのも、まあ、スノーシューもやっぱしんどいじゃん、まあね、結構疲れるじゃん、足腰疲れるじゃん、膝とかも、うんうん、スノーシューつけるよりは多分楽に歩けたけど、うん、結構大変だったな。そうだね、うん、うわー本当だ。ほらすごいね、かっこいいな。高いとこまで行った。そうだよ、一番上。剣ヶ峰だったっけ、剣ヶ崎だ、剣ヶ峰だったよね。なんか神社みたいな。そう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 、あったよね。あったよね。あ、今も、今はあれかな、3月ぐらいからバックカントリーが増えるのかな、確か。乗鞍のスキー場の一番上から歩いて行けるじゃん。うんうん、確かね。4月とかはピークなのかな、ちょっとわかんないけど。さすがにここまで来たら雪がついてる。ちょっとだけ。うん。あ、スキー場見えてるじゃん。あ、本当だ。カモシカか一番上が。あ、違うな、こっちだよね。あれ？違う。え、なんだあれ？左側は。右は。ん？右が乗鞍、左も乗鞍かな。そうなんじゃない？まあそうだよね。あ、あれがあったじゃん。イガヤだっけ？もう一個昔あったんじゃないかな。違うかな。え、そうなの？この右が乗鞍だもんね。下から一個上がって、あ、温泉の匂いしてきた。硫黄の匂いだ。そこ右だって、うん、温泉の匂いしてきたね。湯煙館のところだ。すごい温泉の匂いしてきた。あ、いいね。ねえ、いいね。匂いしてきました。よし、で突き当たったら左かな。突き当たらないよ。あ、そう。なんか、あ、これあれじゃん。あっちじゃん。なんとかスカイライン、スカイ、リンド。そう。スーパーリンド。スーパーリンドだよね。ここ左。あ、ここね。え、ノリプクラスーパーリンドって行けるんだ。え、チェーン着用だって。あ、冬季閉鎖じゃないんだ。行っていいの？明日そっから行こうかな。ね。チェーンしなきゃダメだって。あ、まあチェーン持ってるもん。うん。うん、すごいじゃん。そしたら白骨通って上高地に出れんのか。へえ。で 150m で右。右、うわすげえなー。ここさすがにでも明日スキーするパワーはないな。お、最後やばいじゃんこれ。登る？登るか。あれどれだ、こん
な奥入ってくるの初めてだ。一番奥ぐらいのやつだよ。あ、そうなんだ。あ、一番奥かな、本当に。へえ。左側にある。これ雪あったら、あ、やばいかも。低山層って書いてある。どこだ、この、これは登る。これだけど、え、これ、あ、これ左か。低山層どれ。これだ。あ、すごいすごい、暖炉が出てる、もくもく。あ、車が3台ぐらいいる。あー、よかった、帰っといてくれて。よかったね。よかったよかった。あー、船なんとか登れたなあ、うん、ここだ、ここだよね。あー、よかった、着いた。はい、今日の宿、計山荘です。はい、どこだどこだ、ここどこだ、どこ止めてんだろうね。さあさあ、今日の宿、よいしょ。はあ、今日の部屋すごい多いね、山小屋風で。へえ、結構いい。トイレもついてるしな。ここのさ、宿すごい、温泉が4箇所あるの、全部貸し切り。いやー、すごいよ。で、ここ2つとも露天がついて、内湯と露天がついてるの。すごいね。貸し切りでだよ。すごいよ。ちょっと見に行ってみよう。やばいよ、これ。すごくない？ちょっと待って。すごいよな。やばくない、これ。すごい。うわー、で、露天はどこにあるの？これに左にある。ちょっと、そうなんだ。うわー。左の。わ、すごい。すごくない？これすごいね、この露天風呂。すごいよね。すごいね。最高すぎるね。天国だ。湯川温泉だって。本日のメニュー、自家製山の果実酒、山菜小鉢、チーズ豆腐、コーンスープ、鴨肉冷製、根菜チップスと水菜のサラダ、サーモンのアンチョビクリーム、信州アルプス牛。すごいな。へえ、ご飯、お味噌汁、デザート、すごい。乾杯。ほい。果実酒が？山の果実酒。美味しかった。自家製。あ、あ、そうなんだ。うん、すごい。じゃあ早速いただこう。これが鴨とチーズ豆腐と山菜。うん、スープと山菜小鉢。よし、いただきます。チーズから、うん、わ、柔らかい、チーズ豆腐。うまいな。すごいね、これ。うん、とろけて。そうなので、カモがあって、コーンスープ、サーモンのアンチョビクリーム。すごいアンチョビのいい匂いがする。食べてみようか。いただきます。アンチョビのいい匂いがしてるよ。うまい。皮もパリパリで美味しそう。うまい。いただきます。うん、あ、すごい、くん製。へえ、うまい。皮もうまいぞ。うまいぞ。本当、家で食べるハムと違う。ハムじゃないもんな。パン粉、なんかパン粉って珍しいね。わ、すげえ、すごい。美味しそう。いただきます。すごいな、真っ赤っかだもんな。いいね、力になります、これで。よし、次は離れ、離れの温泉。ここ下はツルツル、気をつけないとこけるぞ。よいしょ。どれどれ、この、おお、あった、温泉。え、どれだ、温泉。あ、これか。うわ、完全な外だ。やーべえ、完全な外。寒いな、これは気合いだな。あ、でもすごい
そういうことね。こういう感じで見えちゃうよっていう星が。うわ、やばいな、これは。すごい。朝ごはんです。パン。パンね、食パン。うん、俺全部焼く。うん。いいね、天気。最高だな。どうか、まだ。買うの、まだ。すごい、もりもりサラダ。このグレープフルーツも嬉しいな。ビタミンが取れるな、ね、最高だったな。最高だったね。なあ、とってもめちゃくちゃ良かったな、うん、温泉もすごい良かったし、ねえ、なんか一つ一つの気配りがすごかったね。すごかったね、うん、いろんなところに必要なものを、そうそうそう、綺麗にやってくれててさ、そうそう、置いといてくれて、ストレスなくね、うん、なんかお風呂出たらすぐお水、お水じゃなかったね、しかも冷たいそば茶だったりさ、そば茶があったり、うん、すごかったな。随所にね、気配りが、気配りを感じられたね。感じられたね、本当に。家族経営って言ってたけどさ、うん、すごいよね。ねえ、あー、よかった。とっても良かった ね。せっかくだからさ、うん、ちょっとノリクラのスキー場は見ていこうかな、うん、あー、今日もノリクラだけがすごい、うん、よし、遊んでいこう。せっかくだから、おー、ノリクラすごいね。あー、上に見えてるスキー場。あー、違う違う、ノリクラの、あの道路が、あれほら、横の道路、本当だ本当だ本当だ、見えてる、本当だ本当だ、見えてるね。前自転車で走った、本当だ、ピュッと右まで、ねえ、すげえ、あんな上まで行ったんだね。ああ、すごいね。ああ、来てる、大丈夫、うん、まで行く、上上、あ、上に行くの、うん、ここじゃ下しか見えないからさ、あのクワッドとファミリーゲレンデのところ。あ、ここはでも雪がまだついてんだね。今日で溶けるだろうな。うん、もう溶けつつある ね。うわあ、すごいね。いや、あ、道路見えてるね。見えてるでしょ。見えてる見えてる。道路が。本当だ。あそこまでさ、行けちゃうんだもん、バスとか自転車とかで。ね。だからそれは3000メーターも1時間ちょっとで登れるよね。うん。お、すごい混んでる。お、結構いるんだね。どれ、ちょっと見に行こうかな。どれどれ、ここいいんだよね。いいんだよ、トイレも空いてるし、トイレだと着替えるスペースも、そうそう、中に着替えるところがあるからね、うん、だからここにスキーの靴とか忘れちゃうんだよ。そうなの。1週間置いといてもらったもんね、前、うん、すぐ忘れちゃう。2回ぐらい忘れたことある。そうそうそう、すぐ忘れちゃう。うんうんうん、いいな、空いてて、うん、今日は暖かいし。あ、滑りたかったな、滑ろうかな、板あんだよな、ちょっと筋肉痛がやばいもんな。いや、いいな、今日は暖かいね。暖かい。全然寒くないね、うん、よし、じゃあ次に向かうぜ、うん、今日はね、うん、野麦峠のあたりをフラフラしようと思ってさ、うんうん、清水牧場っていうところのチーズがすごい有名なの。あ、まあ、すごい有名っていうか、すごいこだわって作ってんだよな。うん、でヨーグルトが日本一に選ばれたとかね、書いてあったけど、まあ、よりチーズがやっぱ人気で、うん、なんかもう朝一で売り切れたり、うん、もう予約で何ヶ月も埋まっちゃってたり、うん、なんかすごいらしいんだな。だから今日ちょっと何も予約とかもしてないから買えるものを買って、うん、まずね、でその後はあそこのさ、野麦峠ってなんか変わったそばがあるじゃん。あ、と当時そばだったっけ、なんだったっけ、当時そばっていうのか なんかそう、ザル、そうそう、ちっちゃな一人用ザルに入れてさ、ザルみたいなのに入れて、うん、こう食べるやつ、うん、それを食べてそこら辺フラフラする感じで、うん、どう、いいよね、なんか今日はね、ノリクラか野麦峠で滑ろうと思ってたんだけど、うん、
野麦峠もいいんだよな結構。野麦もいいね。2本で結構長いじゃん、うん、1本が 1000m ぐらいのさリフトで、うん、標高差もすごいんだよな確か、うんうんうん、あサロがいっぱい。ここにもいたサロが。あ、あっちにもいた。引いちゃうぞこれ、気をつけないと。サロがねえ、ちゃんとどいてくれるけど、うん、慣れてるね。うん、危ないね、うん、でも今さあの野麦峠までの道はなくなっちゃったんだよね、うん、昔はさこっちから高山にも抜けれたじゃん、ね、今どうなんだろう、多分抜けれないんじゃないかな。ここら辺かな、長和松本市長和だって。松本市になったんだよね、も合併、ま、そうそうだ、松本市もめちゃくちゃ広いよな、うん、上高地もそうだし乗鞍もそうだし、うん、白骨温泉もそうなのかな、で美しが原の方も松本市じゃん、すごいよね、すごいね、うん、広いね、広いすごいすごい、やっぱりこういうのが来るんだ。え、野菜売ってるよいっぱい、すごいね、すごい、あーすごいね、こんなところにお店あるのかな、うん、だからこういう放牧もすごいしてるみたいだから、そこのお店が、そうそうそう、どう、あと3キロだいぶ山の中に入ってきたよ、うん、あ、やっぱ雪だちょっと、すごいね、あれ間違えたかこれ、いける、いける、いけるね、へえ、いや遊びに来るには超いいとこだな、ね、なんか昔はあったのかな、こんなんがあって、ね、なんだろうね入り口ね、川浦区だって、最後細くなってきた、ね、細くなってきたね、確かにこれ雪がいっぱいあったら大変かもしれない、お、あっちはじゃあ、あれ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 、なんだこれ、突っ込止め、え、あ、ここだ、どっか、え、出た、あ、なんか看板出てるじゃん、何これ清水牧場左ってなってる、あ、オッケー、え、ちょっと待って、こっち全然書いてないよ、本当、最後ほぼ書いてない、まあ大丈夫でしょう、行ってみよう、あ、だからチェーンが必要ですなのか、そういうこと、え、ここから何キロ行くの、これもう着いたになってんだよ、ついた？ついてないよ、いや、ついたになっちゃってんだよそれが、この Google マップだと、あー亀になる？大丈夫？亀になりそう、硬いかな雪が、どうだろうね、うん、まあいいじゃん、あ、なんか木がいっぱい出てるぞないんだよ、お、ほんとだ、これちょっと雪降ったらもう大変だぞ、ね、これ肉じゃ大変かも、今日の雪滑らないのかな、肉で全然登っていくね、うん、よし、本当一本道なんだね最後はね、うんうん、山の中のすごいところで牧場を営んでさ、うん、すごいいい地図ができてるんじゃないの、そうかもね、ここ登れるところで、どうだろう、登っていいんだよね、すごいなこの車、頑張れ頑張れ、おー、なんとか登ってる、登るな、うん、なんとか登ってる、 B にした、肉二足二足にしたよ、はい、到着休み休みホームページ見てさ、うん、年末年始は休みで、うん、今日はやってるってなってたのにさ、うん、今日の朝見たんだよ、うんうん、行ったら店舗に売れる分が今一個もないんですって、残念なあ、なんとも残念です、でもよっぽど人気っていうことだろうね、そうだろうね、そんな、うん、なんかすごそうだったよ、また来ないとダメだけど、うん、また来てもこんなことになりそうだから、うん、電話しないとダメだね、電話してから来ないと、そうだね、うん、まあしょうがないか、うん、そんなこともあるな、うん、あと何分、あと3分ぐらい、そばの里長和、あ、そこが当時そばの発祥なのかな、この辺一帯が当時そば発祥だ、ああ、そうそうか、そうだよね、
その店っていうわけじゃないのか、もともと家で食べられてたとかそういう感じなのかな、よくわかんないけど、うん、あ、その店がっていうわけじゃないんだね。そのお店がっていうわけではないと思うけど、え、そこが何、その人気店なの、うん、なんかね、あの見た感じ、あ、口コミが多い、口コミが多くて、あ、あの評価も良かったから、いい、ね、行ってみようかと思って、うん、いいね、うん、やってるかな、やってるかな、え、どこだこれ、え、左側これ、おお、あ、やってそうじゃん、あ、やってるね、電気ついてる、へえ、よいしょ、じゃあ行ってみよう、あ、長川そば、すごいな、これ美味しそうなものが出てきた、こんな大きい豆ある、美味しそうな漬物も、うん、ほんのり甘くて美味しい、すごいでしょ、うん、ね、うん、キノコとか山菜が入ってるね、うん、不思議だな、なんかこれもそ、まだお蕎麦入ってないんだよ、不思議、うんうん、ね、陶磁籠、うん、にお蕎麦入れるんだって、そこをやって、はい、入れたな、もう一回茹でてる、いただきます、すごい、あったかそう、あー、おいしい、いいね、あったまる、ゆうに最高だね、あ、うまっ、なんかそばの香りかな、すごいね、あ、おいしい、いいね、あったまるな、椎茸の出汁、うん、出てんの、すごいよこれ絶対、あ、で下にすごい、下の下に具材がめちゃくちゃ沈んでる、山菜が、最後は締めのおじや、おじやセットがね、300円で、ご飯と卵ね、ご飯がすごい量きた、いっぱい分きたね、すごいね、これをすごいお出汁だったから絶対美味しいだろうな、うん、いや絶対美味しいよこれ、いただきます、うん、あ、こ、あ、うん、美味しい、すごそうだもん、すごい美味しい、お出汁が椎茸と全て、うん、全て鶏のお出汁も出てるし、あ、おいしい、最高、いいねこれ、これ絶対頼むべきだよね、うん、はぁ、おいしかったね、おいしかったね、よし、変わってるよな、うん、なんかこうやってなんかしゃぶしゃぶして食べるおそば、ねえ、すんごい、あのおつゆがめちゃくちゃうまかった、うん、では松本の方に戻ってこう、うん、よし
これ右行ったとこだよね。うん、今日はやってるんじゃない。やっとね。あ、やってるんじゃない。どこだ、俺来てないからわかんないんだけど。あれ、あ、これこれこれ、開いてる開いてる今日は。おーし、あー、ようやく買いましたね。どうぞどうぞ。カステルデナータ、カステルデナータ、修道院から生まれたってさ、あそこのリスボンのさ発祥の地がある修道院のとこだもんね。名前の名前忘れちゃったけど、いただきます。サクサクだね、うん、おいしそう。これはうまい。すごいパリパリサクサクで、なんか甘すぎずね。うん、なんかバニラビーンズの匂いがするのかな。あ、ちょっとおいしい。いただきます。うまいよ、うまいよ。うん、おいしい。すごいサクサクだね。うん、うん、結構ボリュームもあるしね。うん、うん、わー、おいしいねこれ。周りの生地がすごいサクサクだもんね。そうそうそう、中も甘さ控えめ。うん、うん、すごいおいしい。何個でも食べれるんだこれ。上から3種類あるんだね。うーん、